こんにちは、春です。皆さん、こちらの韓国旅行 Vlog の動画再生ありがとうございました。今回は韓国スーパー爆買い購入品レポです。春の春春は韓国に6年間住んでた私がマニュア向けの韓国グルメや美容医療、韓国最新コスメやスキンケア流行などを配信するチャンネルで、チャンネル登録してね。ウルコグマ、蜂蜜さつまいもの、美味しそう。美味しいでしょ、うん、ピザマンとか、うん、これ常温でいいの？これは常温で大丈夫、じゃあ私の分も。まず一つ目はこちら、ホッパン、まあ、アンマン、肉まんとかそういうやつをホッパンと言います。こちらピザマンですね。これ味は美味しいんですけど、まあ、韓国っぽさがあるかどうかといったら、ピザマンって韓国っぽくはないので、おすすめレベルは2です。でも味はすごく美味しかったです。そして注目してほしいのはこちら、クリームチーズコグマ。これね、すごい美味しかったし、中も韓国っぽいですよね。なかなか売ってなくないですか。やっぱコグマの味のものすごく多いんですよね、韓国って。これおすすめです。続いてこちらはアンマンとさつまいもマンですね。両方入ってるセットです。結構量があるので重いんですけど、このさつまいもあん見てください。美味しそうでしょ。これもおすすめです。アンマンはね、普通にアンマンでした。こしあんです。続いてはこちら、韓国ポセ100点満点の蜂蜜ホットヨヨですね。小さいホットクの味のパンだと思ってください。こんな感じです。で、これはね、フライパンで焼いて温めて食べると中の蜜がとろっとするのでおすすめです。これもね、韓国お土産にすごくいいんじゃないかな。おすすめレベルは4です。あ、ホットクのね、中のジャムが美味しいんですよね。スパムとかハムとかしょっぱいものを挟んで食べるのがすごくおすすめです。美味しかったですよ。これ甘じょっぱくて美味しい。これコギチテンジャンチゲ、焼き肉屋さんのテンジャンチゲ。このビビゴのやつさ、ビビゴプレミアムが美味しい。最近日本でもビビゴのものは売ってると思うんですけど、これね、プレミアムすごくおすすめです。これおすすめレベル5なんですけど、めちゃくちゃ大きい鶏肉がゴロッと1個入ってます。で、あのカルディで売ってるサムゲタンとかね、結構人気のやつあるんですけど、あれよりも全然鶏肉のしっかりさが違いましたね。こちら豚肉チゲなんですけども、お店みたいでした。豚肉もね、ゴロゴロ入ってます。よかったらこちらもお土産にいかがでしょうか。おすすめレベルは5です。韓国っぽさ満点ですね。おかず付きってこと？レンチンご飯とおかずなんだけど、これとかチーズタッカルビ丼。続いてはコッパですね。カップご飯です。チーズタッカルビ味に挑戦してみました。中はこんな感じ。レンジでチンしてソースとご飯を合わせて混ぜて食べると美味しいコッパチーズタッカルビ丼になります。混ぜ混ぜしていきます。まあまあまあ、韓国っぽさは満点だけど、味が美味しいかと言われたら、日本のレトルトのチーズタッカルビとかには勝てないので、まあおすすめレベルは2です。続いてはこちら、醤油サムギョプサル丼ですね。これもまあ韓国っぽさはあるけど、ちょっとお肉がちっちゃいよね。ビビゴとかに比べたらお肉のちょっとね、モソモソ感とかも気になる。ではまあ韓国っぽさはあるので、おすすめレベルは2です。チャドル、チャドルテンジャンチゲご飯、テンジャンチゲご飯か、テンチパ。続いてはテンジャンチゲとキムチチゲのコッパなんですけど、これはね、量がとにかく多いんですよね。まあ、味も普通かな。美味しさ星3つって感じです。かもなく不可もなく。でもやっぱね、ビビゴと比べたらどれもちょっとね、劣って感じるんだよね。ビビゴが美味しすぎる。こちらもおすすめレベルは2です。キムチチゲの方もやっぱお肉のボリューム感考えたらちょっとね、こちらも寂しいかなって感じではあるんですけど、そう、ビビゴプレミアムの豚肉キムチチゲの方が美味しいかな。これリゾットだって。バジルクリームとトリュフクリーム。私が韓国に住んでた頃はこういうトリュフクリームリゾットとかね、洋風のもののレトルトほとんど種類なかったんですけど、最近増えてきましたね。これ意外と美味しかったです。結構トリュフクリームの香りもしっかりしてます。そしてここからはザ・韓国なご飯たちです。小豆がゆとかかぼちゃがゆとかね、韓国伝統のおかゆですね。ヤッパッだ、ヤッパッ。これヤッパって言うんですけど、はちみつヤッパッ、甘い炊き込みご飯だと思ってください。これ食べたことある人いるかな。結構最初はびっくりするかもしれないです。私は結構好きなので、美味しさレベル4、韓国っぽさはもちろん星5つですね。おすすめレベルは人の好き好きなのでレベル3にしとくんですけど、
甘い炊き込みご飯、ちょっとなんデザート、なんだろうな、お赤飯とかと同じジャンルかな。そしてこちらアワビの肝の釜飯ですね。これはすごく美味しかったです。ごま油の香りとね、ちょっと塩気もあって、多分アワビが好きだったらみんな好きなんじゃないかな。これもち米でね、もちもちしてるんですよ。アワビもすごい入ってるし、これ美味しかったですね。韓国っぽさもあるし、おすすめレベルは4です。皆さん、あの有名なブルダポックミョンは知ってますよね。そのブルダックシリーズからカレーが出てて、でこうやって上にね、辛さ1段階とかどういうカレーか書いてあるんですけど、これがね美味しかった。私全種類好きなんですよ。これ韓国っぽさはそんなにないんですけど、まあブルダックの辛さがベースにあって、でインドカレーをちょっと韓国っぽくしてるみたいな。辛いもの好きはねぜひ買ってください。これめちゃくちゃおすすめです。日本のレトルトカレーでこういう辛くて美味しいのないかな。こっちはマクニカレーってやつで、バター&ヨーグルトの柔らかさだそうです。辛さは3段階。いや全部美味しかったんだよね。韓国っぽさはまあないんだけど、美味しいもの好き、ブルダック麺好きだったらぜひ買ってってほしいな。このシリーズ美味しいです。そしてこちらが一番辛いビンダルーカレーです。辛さ段階4段階ですね。ブルダックの強力な辛い味と書いてあります。もうね色がすごいんですよ。ちょっと辛いものってねレベルが高くなると黒っぽくなるんです、赤じゃなくて。これ辛いけど美味しかったな。自分が小さくなった。ここからは私が大好きな韓国のシリアル特集です。これハートのタンパク質のクランチが入っててすごく可愛いんですよね。実際出してみるとこんな感じです。味も美味しかったです。ライスシリアルだからさっぱりしてたかな。こちらもプロテインのチョコボールが入ってるシリアルです。おすすめレベルは4、美味しいですよ。こちらはヨーグルトキューブ&ベリーが入ってるんですけど、フリーズドライのヨーグルトキューブが入っていて、これにミルクをかけるとそのフリーズドライのヨーグルトキューブが溶けるって感じですね。ちょっと酸味があって美味しかったです。そしてこれおすすめ、マーケットってブラウニーとかみんな知ってるんじゃないかな。ナッツキャラメル味でゴロゴロザクザク系でしたね。これね韓国っぽさ正直ないけど、味はめちゃくちゃ美味しいのでおすすめレベル5です。タブレット型のユクス、韓国料理作るときにすごい楽だし、こっちがお肉で右が海鮮です。チョンジョンウォンのにしようと思います。これタブレット型の出汁はね韓国料理の必須アイテムです。今回は牛骨出汁と海鮮出汁を買ったんですけど、これこんな感じでね飴みたいに個別にタブレット型の出汁が入ってるんですけど、これをベースに韓国料理作るだけでもかなりレベルアップします。これは絶対買った方がいいですね。おすすめです。韓国っぽさもあるし。ケランパンミックス、ケランパンミックスです。これ家でね韓国の屋台グルメの定番ケランパンが簡単に作れるんですけど、マグカップでこうやって電子レンジでチンすればできるやつですね。もこもこ膨らんできました。完成です。こんな感じ、スプーンですくって食べます。これ美味しかったです。甘じょっぱいの。これ作るの結構難しいよね、ホットってね。続いてこれね、ホットミックスなんですけど、トウモロコシの味のホットミックスなんですよ。これはちょっと要審議って感じ。見た目はね美味しそうだったんだけど、まあ普通のホットミックスと中身は一緒です。作り方も一緒。ただ色がねすんごかった。この時点でトウモロコシの香りがすんごいんですよ。完成するとこんな感じです。上にコーンフレークをかけて食べます。すごいサクサクしてる感じなんですけど、美味しいかと言われたらちょっと味は普通のホットクの方が美味しいかな。面白いっちゃ面白いけど、私はリピ買いなしです。これヘチャンドゥルっていう有名なメーカーのサムジャンですね。ボトルに入ってるからすごい使いやすいし、サムギョプサルとかやった時こうやって出しやすい。で味もね結構伝統的なサムジャンというよりは若者向け、美味しいこってりした味のサムジャンでした。こちらおすすめです。見てこれ、オレオのシナモンバン味、
これ、シナモンバン味、シナモンロールとかね、シナモン好きな人は絶対買ってほしい。これめちゃくちゃ美味しかったです。私のベストお菓子かなってぐらい。シナモンはね、好き好きがあるんだけど、韓国ってシナモンよく食べるから、伝統茶もね、ケピ茶とかあるし、結構シナモン使ったお菓子当たりが多い気がします、ね、これ定番のやつさ、カスタードじゃなくてダブルチョコ、美味しいかな。韓国定番のお菓子、カスタードにダブルチョコ味が出てました。こんな感じです。見た目は真っ黒。まあまあまあ、普通にチョコのパウンドケーキって感じだけど、私普通のカスタードの方が好きですね。なんかちょっとこれパサパサするんですよ。クリームも固めでした。新しいやつ、モンシェルのナッティーフレンズ。定番のモンシェルにも新しい味が出てて、ナッティーフレンズというね、ナッツがゴロゴロザクザク乗ってるチョコパイです。これはね、無難に美味しかったです。ナッツザクザクゴロゴロ、チョコパイ状のハッピーベリーショコラだって。そしてこちら、チョコパイ状の冬バージョン、ハッピーベリーショコラですね。これ美味しかったです。中にベリージャムみたいなのが入ってるんですけど、これはかなり満足度高いお菓子で、日本人が食べても美味しいと思うんじゃないかな。オッツにクランブル出たんだ。そして定番のオッツにも新しい味、クランブルが出てましたね。上にこんな感じでクッキークランブルが乗ってます。でもね、そんなにザクザクしてなくて、ちょっとしけってるんですよね。買ってすぐ食べたんだけど、そんなにザクザク系ではなかったです。ボロボロ、ホロホロ系。そしてこちら、今回買ったお菓子の中で一番のおすすめ、ホットクを抱いたプンオパンです。これ普段のプンオパンは食べたことある人多いと思うんですけど、このホットクを抱いたって書いてあるから、中見てください。お餅とシナモン、ホットクみたいなやつが入ってて、これもちもちしてシナモン味で、すっごい美味しいんですよ。おすすめレベル5ですね。これぜひ買ってください。これね、ちょっと冷蔵の商品なんだけど、冬に行ったからこそ持って帰れたってもの、チーズトッポギトクです。これね、モッツァレラチーズが入ったトッポギのお餅なんですよ。中を切ってみるとこんな感じでチーズがとろっと出てくるんです。これ日本でも売ってほしいんだけど、なかなかないんですよね。新大久保でも売ってなかったと思います。そしてこちら、これもね、日本で売ってたらすっごいウケそうなの、キムチポックンパのポケットおこげですね。みんな産業スタル食べた後、キムチポックンパ締めでやりますよね。それがおせんべいみたいになってて、もうその味みたいな。これカリカリですごい美味しいですよ。うん、美味しい。うん、これね、重いんだけど、韓国でぜひ買ってほしいおすすめなもの、柔軟剤です。バラエティも多いし、すごいいい香り、ちょっと日本にはないような感じのもあるので、ぜひ買っていってください。というわけで、今回は韓国のね、ソウル駅のロッテマートで購入したものをレポしたんですけど、いかがだったでしょうか。これチャルセンギムとか面白いですよね。次はオリーブヤングで爆買いしたもののレポ動画も作るので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。絶対見逃さないでくださいね。それでは今日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらいいねとチャンネル登録、インスタのフォローもお願いします。アンニョン。